思うぐらいの一本一本が高すぎるなと改めて思いましたね。ほんまに皆さんにもレンズ沼には本当に気をつけながらね、写真ライフをね楽しんでいきましょう。生き抜いていきましょう。窒息死しないように生きていきましょう。ということで、もう次回は逆にね、予算10万円でもう安く安く抑える写真のね始め方をね話していきたいなと思いますんで、そちらもお楽しみに。ということで、もう考えたくもないので終わろうと思います。さよなら、バイバーイ。ヒクさん、着いたぞ着いたぞ、山寝てたなあんた。よっしゃ、行くぞ行くぞ。外めっちゃ涼しいぞ。首かじげてる。はい、どうぞ。ういほら、こっち、ここで、はい、あんたの椅子。一旦ここ完成させていきましょう。ゆうとび、本日の動画はこうちゃんです。場所はないですね。それ寝んのか、寝るんか、ミルク寝てる寝てる。耳をね触ったらピコンってなるんですよこれ。そこでやついかんのとこ。はい、ということで本日は言うとカメラが重たすぎるので、なかなかねこう運ぶのが億劫だなというね方もねいらっしゃると思うんですよ。でね、こう言うとびもまあいろんなカメラバッグを試しました。でただ何回も失敗してきました。でかつさ、そのカメラバッグでもさ、なんかゴリゴリゴツゴツ、まあ別にこれに関してはまあ何でもいいと思うんですが、結構大きめのねリュックにさっきのねインナーケースを入れてカメラも運べるっていうね風にねしておりました。メイクちょっとあんた可愛すぎへんか、寝たいな。ほんでね、これでまあ結構ね運用してたんですが、若干ねこれでもやっぱ重たいなっていうことでね、ゆうとび気づくんですね。そこで編み出したのがカバンを使いたかったんで、ゆうとびはねもうこういうねインナーケースで今までずっとやってたんですね。やっぱそのカメラもさ持ち出して撮影行く時もさ、可愛いさバッグ使いたいじゃないですか。なあミルク、ミルク可愛いなあんた。ちょっとどんだけ可愛いねん、どうなってんねんあんた。あ、こっち見てる、ゆうとびの顔見てる。はは、可愛すぎる。可愛いな、ほんまに可愛いよねミルクなんて。はい、よしよしよし、なでたろなでたろ、よし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 、しよし、ごめん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 。まあなのでね、結局はゆうとびはですね、ミルクさんに YouTube やってもらおう。インナーケースをね今までね4つ使ってました。4つ、今もうこの手元にない普通のほんまに超シンプルなシンプルなインナーケースを使ってた。で発売できるのかはもう未だにちょっと不明ですが、ちょっととにかくさ、こだわりたいところがねいっぱいあるんで、ちょっとねその辺は許していただきたいなと思いますね。皆さんもう少々お待ちください。ということで、この動画、あ、かわいい、この動画尺は足りてるんでしょうか。まあでも伝えたいことはね伝えれたのでね、まあそんなもんですよね。はい、あ、はあ、かわいすぎる。ということで、もう喋ることないので、おるおる。カメラのね持ち運びについてのね動画を話してみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。結構ねやっぱりこうカメラバッグってねゴツゴツで重たくてね、あの、まあ、特に女性の方とかもね、こんなんもう重たすぎて使われへんわっていうねことも多いと思うんですが、ユートビアね、ほんまに今までこうインナーケースでねいろいろやってきたので、インナー以上、雨で何の動画撮ろうかなと迷った結果の動画でございました。さよなら、バイバーイ。申し訳ございませんでした。そんなにさ、APS-C 機能についてね、あの悪く言いたいつもりは全然なかったんですけど、ほんまにな、あの完全にそうなってしまってた。APS-C 機能メリットがデメリットみたいな言い方。
んなおはよう。本日はこちらですね、タムロンさんから発売される150、500のレンズを発売前にお貸し出しいただきました。ありがとうございます。でも以前そこでですね、ミルクさんちょっとこのレンズだけは投げる、舐めんといて。まああのね、もう本当に買うつもりは全くなかったんですよ。ミルクさん、ほんまにお願い。買うつもりはね、全くなく、誕生日をね、当日迎えまして、で、ヨドバシカメラ、ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。なんと、品切り中のやばいやつとは、早速ご紹介していきましょう。他にはマジでいい製品やと思います。で、ただあのカメラ複数台持ってない方に関してミルクさん、最後ちょっとお披露で、ミルク見てたね、ミクちゃん、ほらあっちにカメラ見ない？あ、はぁ、あ、離れてくれるね、いつもこうやって撫でてくれるんですよ、顔をいつも撫でてあげてるから、もうお返しに慣れてくれる、かわいい。はぁ、あ、さよなら、もうこのままちょっとあの夜まで過ごします。さよなら、バイバイ。ミク、ミクさん、カメラあるよ、目の前にカメラあるよ。行く？そっちライトがね、ほれ寝てる？寝ぼけてるの？行く、ね、眠たいな、眠たいね、眠たいね、眠たい、眠たいって、おやすみ。で、そういうね、キットレンズって F 値がこうあんまり低くなかったりとか、なんかあんまりこうね、いいレンズじゃないんかなと思われがちなんですが、今回話したやり方と同じように撮れば全然、もう全然大丈夫、オールオッケー。とにかくこれをすればポートレートでもペットの写真でも風景でもカフェの写真でもね、何でもね綺麗に映えると思いますんで、これに望遠側にしてね F 値を大きくして撮るっていう方法はもうほぼやらないんですが、夜夜景の時はね結構やります。夜景やったらね、こうなんかこう街灯とかがあるんですね。でその街灯っていうのをまたねこのエサい雰囲気の写真になってしまうので、まあ夜ですね、夜やってください、そのパターンは。ということで、もう撮るもないので終わります。レッツポッチということでね、あの強い使命感を持ってレンズをいっぱい買っていきましょう。そして買ってから考えましょう。買った分いろんな表現が増えます。その分写真を撮りに行きたくなります。その分写真楽しくなって、よりねレベルをアップしてインスタでいいねいっぱい獲得できますんで、テンションも上がります。人生幸せ、人生豊か、幸せな毎日、レンズを手に入れていきましょう。ということで、もう喋ることないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。あ、チャンネル登録。